三大都市圏を走る大手私鉄って、特急列車の足回りを普通車に持ってくる会社が多いよな。京成とか名鉄は結構お得意だしね。特急同士の足回り有料とかも含めたら何回もやってるし、お金のない会社は大体この方式だね。車体に見合わないモーター音とかがなんかいいよね。京成は3400型、名鉄は5000系などで特急の足回りを通勤者に有料してるんだが、近鉄も同じようなことを実はやってるのぜ。確かに近鉄って特急車多いし、発生品の一つや二つは有料されてそうだね。それじゃあ今回は、ビスタカー2世以外までも足回りで生きてる、意外すぎるビスタカーの生き証人、近鉄2000系について解説していくぜ。名列車解説。注意、この解説には引用やウプ主の適当な解釈や個人的見解などがありますが、もし間違った点があればコメントでご指摘お願いします。では本編をどうぞ。東は名古屋、西は大阪にかけて、全路線長500組を誇る、関西大手私鉄の一角、近畿日本鉄道、略して近鉄。近鉄はその長い路線長もさることながら、路線長が長いことで古い電車もたくさん保有していたのぜ。特に名古屋線では古い電車が流れ込んでくる慣習があるのか、現在でもそうだけど昔も古い電車がかなり溜まっていたぜ。そこで近鉄は、1970年代に近鉄名古屋線に新型電車を導入し、路線内にいる旧型電車の粉砕を画策したぜ。ただ当時はオイルショックによる不景気や、フラッグシップだった名阪近鉄特急の低迷などの様々な理由が重なり、経営困難ギリギリまで追い込まれていた状態だったので、お金のかかる機器類を製造する費用が足りなくなっていたぜ。そこで目をつけたのは同時期に、新型フラッグシップ特急列車である3万系ビスタカー3世の登場により捕食者の食料になりつつあった、1万、100系ビスタカー2世だぜ。というのもビスタカー2世は、あまりにも早い名阪高特急からの撤退で、乙特急に回されたものの、乗車口が少ない上、冷房性能の悪さ、機関通報車による運用の制限などで、乙特急運用に馴染むことができず登場の1959年からわずか19年で、新型ビスタカー3万系の製造がされて捕食者の食料となったぜ。前述のビスタカーの問題点は全て車体の適合性の問題なので、19年しか経っていない機器類はまだ使える状態だったぜ。そして近鉄はこの機器類を見てひらめく。この使える機器類を通勤電車に回せば新型作れるやんけ。という感じで、かなりお金のかかる主電動機と台車を新型に有用して、上に2800系ベースの車体を乗っけた。なんちゃって新型車両を製造したのぜ。その車両こそが近鉄2000系だぜ。前述の通り、車体は2800系ベースの冷房車となっていて、主電動機は1万、100系特急車の発生品を改造で出力増強。XT1 編成と XT2 編成に関しては、1万、100系の台車を最小限改造の上有用しているぜ。ただ、制御装置は新型の3万系に有用したりしたこともあり、新製の日立製抵抗制御装置となっているぜ。ちなみにこの動画で紹介する2000系の他に、主電動機を有用した1010系という形式があるけど、改造での取り付けなので今回の動画では解説は省略しているぜ。そして製造された2000系と、今回の動画では解説を省略した1010系が名古屋線に登場したことで、旧型電車が捕食者の食料となり、ビスタカーの生き証人に形式が名古屋線の新車化を進めることとなったぜ。性能は大阪線の車両などと同じ上、もちろん元特急電車の足回りを有用しているため大阪線でも走行可能なため、大阪線の車両に冷房化改造を施す際に、この2000系がダイソーとして走ることがあったのぜ。また、1980年代からはローカル線区である鈴鹿線のみならず、急行運用に入ることまで想定して、2013F にはトイレが装備されたぜ。そうして登場した2000系は、名古屋線の準急、普通などのみならず、鈴鹿線や湯の山線などのローカル線区と、名古屋線系列の路線で大車輪の活躍を果たしたのぜ。そのためこの電車は機器類有用車でありつつ、名古屋線の運用を支える名車両でもあるという、名と名のハイブリッド電車となっているぜ。そんな2000系だが、その汎用性を買われたのか、2013年になんと観光列車、臨時、貸し切り用に、2013系つどいへとま改造されたぜ。機類有用からできた通勤電車を観光列車にま改造する事例は、かなり珍しいものとなっているぜ。外観塗装コンセプトは明るく楽しい雰囲気の列車、伊勢の観光名所の紹介などを盛り込んでいて、伊勢に関係する塗装がなされていたぜ。車内にはリラックススペースや、景色が見れるカウンタースペース風の車内などが設けられた観光特化仕様だぜ。他にも子供が楽しめるように、乗務員後方には子供運転台を設置し、運転士気分が味わえるようにしているぜ。ちなみにここにも近鉄魂が溢れ出ているのか、レプリカを発注するのではなく、1810系が捕食者の食料になった際の発生品を有用するという、さすがといったケチり方をキッズの前でも発揮しているぜ。そしてこの集いは阪急阪神の SDGs トレインや、南海の1万、1000系に並んで、かなりの頻度で塗装変更がなされていて、2代目塗装では落ち着いたシックなデザインに変わっていて、そして先月には、新しく黄色メインの明るい塗装となったぜ。そしてこの2000系は去年でデビューから45年が経過したこととなり、機類が1万、100系に使われて活躍した19年に、ダブルスコア以上をつけるという感じになっているぜ。
また、現在近鉄が保有する機器類ではこの2000系に装着されている機器類が最年長で、実に今年で65年目となるぜ。1100系の発生品を有用した結果、1100系よりも長く汎用的に大活躍することとなった2000系。現在でも集い含めて、観光列車からローカル地域の普通電車まで1編成もかけることなく走っているぜ。まさかのあの古いビスタカーの足回りが名古屋線で生き残ってるとはね。というか有用したことで大大大出世してるやん。1100系時代より息が長いのは結構すごいね。65年も長生きな機器類を使った近鉄の電車だから、結構古い音を出したりするのがたまにあるぜ。ということでみんなも名古屋線やそれの近くのローカル線区に訪れた際は、2000系に乗車してみてくれなのぜ。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいよ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。